マーピちゃん、どこですか？ここだよ。始まりました、マーピチャンネルです。なかなか可愛い挨拶ですよね。いい感じのものを作っていただいてありがとうございます。うさちゃんが曲がっちゃいましたね。うさちゃんも喜んでますよ。じゃあ今回もですね、野田市の船方を歩いていきたいなというふうに思います。あ、実は今これが個人的に一番気に入ってたりしましてね、ここだよところかなが一番気に入ってたりしましてね、いいなと思ってたりするんですけどね。じゃあ歩いていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。これが2種類ありますね。このでかいやつはよく見るカラスの糸ですね。咲いてますか？はい、これあで、そのカラスのエンドウに似てて、まあ、実際同じ仲間なんですけれども、ちっちゃいので、植物の世界って大きいちっちゃい大小を表すのにカラスとスズメの関係って結構使うんです、はい、でこっちにこれちっちゃい、ここに咲いてるんですよ。これで、このちっちゃい方はカラスに対してスズメで、スズメのエンドウって名前がついてます。今そのたまたまなんですかね、カラスのエンドウとスズメのエンドウが今同じ場所にいる。意外にですね、はい、生える環境は似てるので、一緒に生えてたりすることも多いかもしれないですね。こうやって同時に咲いてくれるのはなかなかないんですけれども、都合よく咲いてくれるので。カラスっていうから黒い花が咲くのかと思ったんですけど、はい、赤いピンクのラブリーの花が咲くんですね。ラブリーですよね。でも種が真っ黒になるんですよ。あ、そうなんですね。そこをカラスにしたって言うんですけどね、カラスみたいに真っ黒になるっていうことで、ね、ラブリーですね、カラスのエンドウも、はい、これも春の花ですと、あの辺とかね、結構いっぱい咲いてますよね、すごい、はい、ここに咲いてますね、この黄色い可愛い花がね、あ、はい、ラブリーな花がね、タガラシって言います、はい、でこれはですね、田んぼに生えて辛いからタガラシって言うんですけれども、はい、その辛いっていうのがかなり刺激が強い辛さなんですね。あ、なのでどっちかというと粘膜をただれさせる系。あ、じゃあ食べないの？毒です。毒なんです。はい、辛いっていうのは完全にもう粘膜ごと痛めつけるような辛さということでね、はい、なので見るだけにしてください。はい、はい、食べないようにしてね、はい、食べなければ大丈夫ですのでね、はい、可愛いですのでね、お花すごく ね、これ黄色いのがありました。とこれナズ、こっちはナズナ、ペンペン草、はい、白い花咲かせてますよね、それに雰囲気が似てて黄色いですよね、はい、なので犬ナズナって言います。あ、これふわふわモコモコでね、触り心地がすごくいいんですけれども、例のごとくその犬ナズナ、はい、犬っていうのは否定のイナがなまって犬になったっていう、そっから、ね、そっから来てますね。イヌナズナいいですね。どうもなんか最近ちょっと数が減ってるらしくて、前回千葉県のレッドデータブック改定になった時に C ランクぐらいに入っちゃったんですね。まあ、こういうところにありふれたもん、野田だと結構まだありふれた存在なんですけれども、なんか県内ではちょっとだいぶ少なくなってきたなっていうの話を聞いてて、だからこうやって息づいてるって言うんですね。もう結構種も作ってくれてるんで、はい、種こぼれてね、また出て、であっちの方ちょっと歩いていくと、あの辺にも結構ちょっと犬だぜなんですよね、おそらく。この辺ね、あ、本当ですね、ここもそうですよね、結構ありますね、うんうん、野田は結構多いんですよ、犬だぜな、まだ、だから犬だぜなの育つ環境いいですね、すごく、はい、そこに咲いてますね、一本ね、咲いてますね、はい、もみじいちごです。さすがに危ない、気をつけてくださいよ、はい、これ今もみじいちごって4月頃に咲く、まあ木いちごです、はい、で下向きに咲くんですよね、お花がなぜかね、はい、で4月に咲いて大体1ヶ月ぐらいですかね、5月の終わりから6月くらいになるとオレンジ色の木いちごができます、はい、でそれはもうそのまま口に入れて美味しい、美味ですよ、なかなか、ただここはここは命がけのもみじいちご、そうですね、はい、いや私そこそこ写真を撮ろうと思ってそこそこ
入り込んできちゃったけど、足場がすごいですよここ。なので皆さんはもしもみじいちご食べようと思ったら足場のいいところでやってくださいね。はいはい。キジですね。オスです。しかもオスとメスどう違うんですか。オスはもう派手やかです。メスはもう茶色です。あ、顔の周りが赤いんであれオスなんですね。なかなかキジは人の気配に敏感なんで、こうやって取れるのは貴重かもしれないですね。春だからやっぱりちょうど桜もいい感じで咲いてますね。そうですね。おそらくソメイヨシノだと思います。なんか随分葉っぱがもう先に出ちゃってるのがすごく気になるんですけれどもね、上が晴れてれば多分もっと綺麗だと思うんですけれども今日はいかんせんこの天気ですからね、はい、あのそれでもいいですね。曇りの桜って花曇りとか、こでも花曇りじゃないですね、もう降ってますもんね花散らしの雨になっちゃうのかな。で、あのこっち桜なんですけど、桜に負けじとこっちも咲いてますので、ぜひ。ほら、杉じゃないですか。はい、これはいいですか。こっちはいいですこっちはあんま紹介しなくていいです。あ、いいですか、はい、あでももうお花終わりかけかな、満開の杉も結構いいんですけれども、ダメですかこっちはわかりましたさあ、あの回ってきましたね今ね。で、なんか今年春先の気温が高いこともあって、季節の進行が早くてね、これ撮影してるの3月の末なんですけれども、もう4月に見られるようなものが随分あって、だから4月の季節のものを歩いてるような感じがしましたけれどもね。これからどんどん春になっていろんな生き物とかね出てきますので、ぜひぜひ有名スポットに行っちゃうとどうしても密になっちゃうのでね、密にならない範囲でこういう身近なお家の周りの散策スポットでいろんな自然を探してみてくださいね。じゃあ締めをやりたいと思うんですけれども、じゃあですね、今日もワクワク胸がワピワピ、ワピちゃんでした。